こんばんは。モンスターハンターアイスボーン続きやっていきたいと思います。今回は眠りの飛竜と4つの目玉アッシュ。これより不眠竜調査を開始します。実地調査は5機団推薦組、記録は私が、調査班のみんなが先に痕跡を集めてくれたそうよ。シルベムシを追いましょう。バオウルムアッシュを狩猟する。よかった、気がついたわね。不眠竜を探しましょう。めっちゃ不審者感がすごかったやばい人がこっち見てたみたいなやだやだやだ、お前かお顔にいっぱいお飾りつけてちょっと人のそばにつけないでひてえな尻尾でなんてことすんだよ。敵がいい。どういった？え、ちょっと待って。泥の塊みたいなのが来た。やっちまえ。すごいモヤモヤしてる。ちょっと来ないで。暴れ方すごいんだけどやめてよ、危ねえ。それ嫌だ。
がないで。うわ最悪、やばい、ここらへん眠ってしまう。いやーやめて。めっちゃ近い近い近い。かわいいんだけどキモい。いやー何その動き。睡眠体制ないと無理だこれ。いや何なのその動き。え気絶体制も出てない。やばれすぎじゃないあいつ。ちょっとえ顔が虹色みたいで可愛かった。また眠らされちゃってるよ。かわいそうに。なんでそこで倒れてるあいつ。走って逃げてた。おもろいんだけど。足跡なかった。同じ方向行かないで。
倒れ込んでこないでよ。この人は何がいいんだろう。痛えな。落ち着いてくれ。まず通常弾じゃん。ちょやめて。ボディって何がいい？何が弱点なの？こいつは寝るのか。寝ないのか。よし、こちら。お前は寝るのか寝ないのか。寝るんかい。グーグー。またあいつが来た。に寄ってきてバタ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 。友だ俺。痛いよ。そのヘラみたいなさ、尻尾で。それは何より。危ない。いや、
危ない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 、やだ狭い狭い危ない危ない危ない、あーね、ほんとに危ないよ、ここらへん寝ちゃってる。当たってなかったっぽいのに自分で当たりに行っちゃった、こいつ。ビンタしないでよ何今の平手打ちみたいなさ怖いマジで元気なんだけど痛いって何なんそのその攻撃何なん楽だなぁ。顔になんかなんかついてた。
もう死にそうだ。よっ、危ない危ない危ない、近い近い、お疲れ様でした。アステラに帰還します。次の調査も頑張りましょう。時間かかった。ということで続きまして、水飲み場を占拠せよ、行きたいと思います。これより水曜町調査を開始します。実地調査は5機団推薦組、記録は私が、調査班のみんなが先に痕跡を集めてくれたそうよ。シルベムシを追いましょう。どこにいるのか。追わなきゃダメか。なんか体力少ない気がするんだけど、気のせいかな。ポケポケアッシュ、違うのいた。なんかいろんな足跡が分かんないよ。チテヤックのやつしかないじゃん。彼らが騒ぎ始めたのって、レイゲームの異変と同じ理由なのかしら。そんなとこに顔突っ込んで水飲んでんの、気持ち悪い。いやー、そう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 、忘れてた、こいつは尻尾から。なんだお前。まだいるの。危ない。
顔が友達になりましたこんな時に誰とお友達になってんの。友達なのか。と何がいいのか。いやー、引き寄せないで。すごいな、飲みながら出すみたいな。とんでもないんだけどこいつ。こいつ、あ、一緒にシャモオスが戦ってくれてんだね。どこ行くんだこの。ちょっとどっち。しようかな。ガンナーよりやっぱり石炭できて手数が多い氷柱魂の方がいいのか。危なやばいやばいこいつ、やばいやばい。やばい。嫌だその尻尾。今すごい正義のヒーローみたいな感じの登場の仕方したけど、お前も悪いやつだよね。やめてよ勘弁してくれ
し方がかっこよかったんだけど。バルボロのくせに。明日はその尻尾を切りたいんじゃ。あら、ああ間違えた間違えた、ちょっと待って。打ち消しの実が、いやー、ちょっとこの虫あんまり早くね。届かねえ。なんか来たな、またなんか来たな。あ、あいつが来た。ちょっとやめて。ちょっとやめてください。なんなんだあいつ、毎回毎回人の目をくらましていなくなるっていう。切れろ。
どっちだ、どっちなんだ。いや、またいんのかよ、あいつ。何をやってんの。あ、やばいやばい、眠っちゃう、眠っちゃう。なんとか乗った。しょっちゅうしょっちゅう来るあいつは何なんだよもう。
また友達になってる。やめて。お前うるさいんだもん。何なんだ。届かねえ。届いてねえよ。いや、なのにそいつの攻撃は当たるんかい。いい加減切れろこのクソ尻尾。スポドか。あたたたた。で、どこ行ったの？どれだけ吐くんだよ。
元気良すぎるこいつ。様でございました。これで任務は完了よ。やっぱりレイギエナの時と同じ異変なのかしら。さっぱりわかりません。ご苦労だったな。実に迅速な対応だった。早速分析に取り掛からせよう。感謝する。これにて亜種の調査は一段落とする。本当によくやってくれた。それはそうと、先ほどセリエナから情報が入った。渡りのいて地で氷河流っていうのかな、ベリオロスの目撃が相次いでいるらしい。ベリオロス嫌いなんだけど。興味があるという顔だな。やりません。十分な休息を取ってから行ってみるといい。ベリオロスとか嫌なんだけど。役に立てたようでよかったわ。それじゃセリエナに行きましょう。セリエナ、お帰り。向こうでの調査も疲れさんだったな。実はお前があっちに行っている間に、お前付きの編纂者から伝書鳩で報告が届いた。いや、伝書鳩使ってんの。南波線の調査中に氷河流ベリオロスと遭遇したらしいんだ。うん、詳しくは伝書を読み上げる。しかし達筆だな。一騎団編纂者殿と共に難破船および周辺の調査を行い、ある一定の成果を得て候。その過程にてベリオロスと遭遇。この旨報告するなり。ひととき身を潜め調査を続行する。帰還予定を延期するが心配無用。以上。ちょっといいか。頼みがある。俺はあの二人を無事連れ戻したい。どうかベリオロス資料を頼まれてくれないか。寒冷地の長期野営は限度がある。取り返しがつかなくなる前に頼む。伊手地はこれから吹雪みたいなの。迎えに行くなら早い方がいいわね。要はあれだよね、相棒とおば様を助けに行かなきゃいけないっていうことなんだよね。まあそれは次回やろうかな。凍てつく国の白い騎士。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。